柔道整復師と理学療法士って結構仲悪い、はいはい、あるよね、はい、ありますあります。あの理学療法士の特にこうザ病院で働いてる人たちと、はい、柔道整復師の人たちって仲悪いなと思ってて、はい、なんでだと思って。病院の先生たちって売り上げとかあまり見ないじゃないですか。でも整骨院の先生って自分がいくら売り上げたとか、うん、そういうのが業界にとってちょっとブランディングになったりするんで、うん、体を見るっていう病院の先生たちがコミットするものに対して売り上げにコミットするみたいな、ああなるほどね、多分そこでこうバチバチなってるなっていう印象がすごくありますね、はいはい、確かに自分働いてた時に生産性とか考えてる方の俺ですらそこまで考えてなくて、うん、周りの人たちは本当に考えてなくて、はいはい、どうやったらこの人の痛み取れるのかってことをすごい考えて、はい、あと結構違うなって思うのはなんかこう根拠根拠ってなんで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 っていうのをいいか悪いか置いといて細かくやるのが PT で、なんでなんですかっていう質問をした時にこう説明ができない、はい、感覚的な経験談みたいなところに終始するなと思って、はい、ただそういうのが PT は嫌いなんだと思って、確かにそれもめちゃくちゃわかりますね。あとその PT の方が結構疾患がいろんな多岐にわたる気がしてて、勉強するし、そういう疾患名で診断がついたのを見てるから説明ができて、だからこういうアプローチをしてますって言えるけど、整骨院のイメージこの辺が痛いからここら辺を揉んで良くなりましたみたいな、そうですね、そういうのを PT が嫌っててマウントを取ってて、でも PT はサービス業の世界に行くと稼げないんだよね。そうですね。こう対サービスを提供するってなった時は、うん、こう逆に柔道整復師はマウントを PT さんに取るみたいな、うん、まあそこで仲悪いのかなと思います、ね、確かになんか両方やるべきだよね。そうですね、両方やるべきですね、本当に両方やるべきです。仲良くしましょう。ちなみに2人は仲いいんですか？仲いいっす。仲いいっす。